こんにちは、快適アートです。今回は前回の動画の続きで50万人記念の質問コーナーをしていきます。なんと100件以上のご質問をいただいております。皆さん企画に参加いただきありがとうございます。さすがに100個以上やるのはちょっと長すぎるなと思ったので、似たような質問は一つにまとめたんですが、結局90個今からやっていきます。質問の種類を2つに分けることができたので、この質問コーナーは2つの動画に分けました。この動画では私がどんな人物かということと、どんな考えを持っているかみたいなことを伝えれる質問を集めています。2つ目の動画では絵を描く時の具体的な方法とか、あと画材の話、それから日本画に関する質問を集めました。なので梅の絵の完成は後半の動画に入れています。それでは質問コーナーをやっていきます。1つ目の質問は、快適アートの名前の由来はということで、快適というのはどんなことに対しても自分が大事に思っている感覚で、心地よくリラックスできているっていうような意味のことです。それを忘れないようにチャンネル名に入れました。見る人が癒されてくれるような絵とか、あとは分かりやすい解説、見ていて心地よい動画編集を心がけています。あなたにとっての YouTube での活動とは？私の場合は絵の楽しさを広めるための活動で、描く人も見る人もいろんな形で絵の世界を楽しんでもらえるようなチャンネルでありたいと思っています。絵を描いてその制作過程を動画にするところまでが一連の作品っていう風に捉えて最近は制作しています。昔は絵を売るっていうスタイルが画家の主流だったと思いますが、現在は制作過程や表現を動画化して発信することができるので、新しいアーティストの形だと思います。 YouTube を長く続けていくことは可能か？ YouTube 上での活動は今までにない新しいの取り組みや、あとは表現がいろいろできるということで、手探り状態でやっているんですが、もっとできることがあると思いますので、これからも続けていきたいと思っています。皆さんには今後のチャンネルを一緒に楽しんでいただけたらと思います。好きな画家やイラストレーターは？好きな作家さんというか研究対象が結構頻繁に変わるタイプなんですが、一番最近ハマったのはこのエミール・ガレっていうガラス作家の人です。絵ではないものからヒントを得ることが最近は多くて、特に工芸作品に惹かれることが多いです。あと私が女の子の絵を描き始めるきっかけになった人がいて、それがイラストレーターの中村祐介さんだと思います。最近50万人記念のお祝いということで、ターナーさんからこちらの合手のセットいただいたんですが、めっちゃ可愛いですよね。これはアクリル合手の中村祐介さんコラボになっています。中身の色もめっちゃ可愛いです。私の同世代の人とかは特に CD のジャケットとか、あとは小説の表紙とか、そういうので見たことある人も多いんじゃないかなって思うんですけど、ジャケ買いっていう言葉もあるくらいで、アートの力ってすごいんだなって思うきっかけになった方です。この合手もパケ買いしたくなるようなデザインです。高校生の時にめっちゃハマったんですけど、その時ちょうど色彩構成の勉強もしていたので、こんな自由な構成で絵を描いていいんだっていうのがすごい印象的でした。でその時期に急に女の子とモチーフの構成のデザインパネルみたいなのとかを結構描くようになりました。このブルーっていう画集があるんですけど、これが私の初めて買った画集です。絵を描くようになったきっかけや画風に影響を与えたのは誰？描き始めたきっかけは特になくって、絵は自分が唯一楽しんでやれることだからやってきたっていう感じです。特にはっきりしたきっかけはないんですけど、まあ、周りにいる人たちが認めてくれたりとか、あとは寛容に接してくれたことが絵の世界を目指すことを助けてくれたと思います。結婚した時に今まで取り組んできた絵のことを YouTube とかで表現してみたらっていう風に旦那さんに勧められてこの活動も始めました。画風の影響についてはあまりはっきりこの人っていうのはないと思います。いつから絵を描いているか？物心ついた時からっていう感じになります。 4,5 歳くらいですかね。たくさん絵を描いていた時期はということで、これ多分3回くらいありました。1回目は高校3年生の時、当時油絵をやっていて、それに加えて美術受験対策をしていたので、まあ、デッサンとか色彩構成とかもよくやっていました。なので枚数だけで言うとこの時が一番作品点数が多かったと思います。2つ目の時期は大学3年生から4年生の間です。
この時は公募展に出したりとか、大学生活で一番絵を出そうって自分で設定していたんでたくさん描きました。結構作品が大きかったんで枚数は全然出てないんですけど、だいたい毎日夜の9時くらいまで学校にいたと思います。あと今も結構描いていると思います。大学の時よりか小さい絵になっているんで、その分いろんなアイディアを試せて、描く絵の種類としては今が一番多いです。どのようなところで自分の成長を感じられるか。成長を感じるのってできていなかったことができるようになったとか、作品が自分の予想を超えてきた時だと思います。私の場合は大学の時とかよりこの YouTube 活動をしてからの方が多い気がします。特にこの 1,2 年でかなり成長できたと感じていて、皆さんのコメントも取り入れながら成長できるのがとても楽しいです。いつもコメントありがとうございます。ここからはちょっと私個人に対するプライベートな質問が何個かあります。何歳ですかということで、私は現在28歳です。出身はどこか。出身は京都です。動画では標準語に統一しているつもりなんですが、たまにちょっとね、語尾とか単語の発音とかがちょっと違うようになっている可能性もあるかなと思います。子供は絵に興味あるということで、私幼稚園児の息子がいるんですけど、彼は全然絵に興味ないみたいですね。でもレゴは好きなんで、最近いろんなものを作って見せてくれます。ペットを飼っているか。いいえ、飼っていません。私結構アレルギー体質なので、特にふわふわ系のペットは飼えないです。季節ごとで好きな花は、春は桜、夏はアジサイ、秋はちょっと迷うけどダリア、冬は最近ハマっているのはクリスマスローズです。一生に一つだけ画法を選ぶとしたら、これは迷うけど日本画にします。水を多く使って水彩みたいに描くこともできるし、テクスチャーの種類が多いのが気に入っています。絵を描くために一色だけ選ぶなら何色。難しいですね。これはこのグレーを選びます。この快適アートのロゴとかにも使っている色なんですけど、ちょっとだけ色味が入ったグレーって感じです。ここからは作業環境とかですね、そういう質問に答えていきます。絵を描いている時の BGM は、描いている時は歌詞がない音楽を聴くことが多いです。世界観をめっちゃ作り込みたいなって思ってる時は、ゲームの BGM を作っている水田康則さんのクロノクロスっていうゲームのアルバムを大学の時くらいからよく聴きます。私はそのゲームをプレイしたことないんですけど、旦那さんがそのゲームを知っていて CD をおすすめされてハマりました。フィールドの雰囲気とか、あとは人の感情とかをすごい綺麗に音楽にしてらっしゃる方で、なんかね、聴いていると古代都市が見えてきたりとか、なんかこう思い出の地みたいなのを自分なりに想像することができるんですね。で、そのゲームをしたことないからこそ、その音楽を聴いていろいろ想像できるところが気に入っています。照明、デスク、椅子のこだわりはあるか。私以前デスクツアーをやったことあるんですけど、その時に紹介した内容から変化なしです。制作時は BenQ さんから提供していただいたこのデスクライトが超お気に入りです。昼間は自然光を入れていて、右利きなので左側の窓を全開にしています。机は散らかすので広い方がいいと思ってこの広い机を使っています。長時間座って作業するとき疲れるのはどこ。私はもうこれは圧倒的に後頭部から肩ですね。頭痛とかも結構ひどくなるんで、定期的にマッサージとかストレッチしないとなって思うんですけど、集中しすぎて、まあ、大体忘れちゃいますね。作業中につまむおやつは、これはですね、チョコが一番多いです。絵を描くのってすごい脳を使うので、私は糖分補給を結構頻繁にします。あとはもちろんこのハリボー組もよく食べてます。外に出て風景画を描くことはあるか。私の場合は部屋で描くことがほとんどです。ちょっとしたことで結構気が散るタイプなので、例えば通行人とか車が多いとかだと集中ができないです。動物園とかだと喋りかけてくださる人もいるんで、まあ、ほとんどライブペインティングみたいな感じになっちゃう時もあったりして、まあ、それはそれですごい楽しいんですけどね。観察に集中したい時は何回もそこに足を運んでうろうろしながら観察をします。観察した後は部分ごとに使いたい色目をメモしたり、あとは撮った参考写真をその場で見えた色味に近いように画像加工してから帰ります。ここからは作品に関するご質問が続きます。作品にかかる時間はどれくらいか。私の場合はもう作品によりけりというふうにしか言えないです。
シリーズでやっているキラキラ水彩イラストとかだと描き方を少しずつ変えて制作時間はだんだん長くなってきています。実際に色を塗っている時間は最初はだいたい7時間くらいだったのが今は20時間くらいまで伸びてきています。下絵を描くための取材の時間とかもあるので、構図でつまずいたりしたらもっともっと長くなります。毎日芸術に費やす時間は何時間くらいか、 YouTube にアップしている動画は編集もかなり時間がかかっていますので、実際に絵を描いている時間は全体の約半分くらいです。でも動画自体も作品っていう風に捉えると1日8時間以上ですね。で、長い時は15時間くらいになります。絵の保管方法はということで、こんな感じでファイルに入れています。パネルの絵は重ならないようにこう上の方に置いていて、アクリル画とかでほこりがつきやすいものとか立体的なものは個別に保管しています。人物画でこだわっているパーツはということで、これは目と口です。私の絵って結構無表情に見えるっていう風に言われることが多いんですけど、分かりやすい表情より見る人とか捉え方によって見え方が変わる表情を目指して描いています。好きな背景の描き方は、これは絵の具で重ね塗りをして作るにじみとかぼやぼやしたもやみたいなのが好きです。テクスチャーをつけたり色の変化で光とか感情が表現できるように気をつけて描いています。ちょっと抽象画的な感覚かもしれないですね。今後挑戦したい画材や絵の描き方は、この方は私が手芸をしているのを見てみたいと思ってくださってるみたいで、私も手芸結構好きな方なのでめっちゃ嬉しいです。刺繍とかレース編みとかを絵に入れるのもいいなって思ってます。でもとりあえずはなんかくっつけたいなと思っていろいろ買ってるんですけど、多分アクリル画が一番やりやすいのでいろいろ試してみたいと思っています。デジタルアートでイラストを描く、これは多分描いたとしても今後動画にすることはないと思います。今のところは下絵の構図とかを考える時ぐらいしかデジタルは使ってないです。一番楽しんで取り組んだ絵はどれ、これも結構難しいんですが、人物の絵は一番楽しいかなって思います。その中でもちょっとリアルめの絵とかが最近のブームです。最も難しいと感じた絵は、結構困難を楽しいと思うタイプなのでこれはちょっと難しい質問ですね。冷や汗をかいたなって思ったのはこのアジサイの絵のこの部分ですね。これはもう物理的な難しさを感じました。失敗したら修復が結構面倒なのに、割と細かい図案を最初に描いちゃったので再現するのに疲れました。でも描いてる時はめっちゃ楽しかったし、完成もいい感じになったと思います。実現していない絵のアイディアはということで、これいくつかあるんですけど、基本的にはどれもサイズの問題で見送りにしています。藤や栗の花を描きたいっていうのとか、あとは人物の全身像ですね、そういうのを描きたいんですけど、栗の花の絵とかだとだいたい 2.5 メートル必要で、人間の全身像でも 1.3 メートルは必要なイメージです。次は絵を描くときに心がけていることはっていうことで、これはテーマが自分にとって素敵かどうかということです。何か作品を作るときに流行っているからとか売れているのはこういうのだからっていうので、こう自分の意思を入れずに絵を描き始めると、私の場合はもう面白くなくなってすぐに飽きちゃうので、素敵かどうかっていうのだけはちゃんと最初に自分で決めるようにしています。あとは絶対に達成する絵の雰囲気を最初に決めるっていうのも大事だと思います。簡単に言うと喜怒哀楽とか、ダイナミックなのか静かで落ち着いた印象なのかとかを最初に決めます。そういう風にすごいざっくりしたテーマを最初に決めるのを心がけています。初めて使う画材で個性を生かした作品を作るには、私の動画では初めて画材を開封して初めて使っているように見えるかもしれないんですけど、実際には動画にする前にたくさん実験をしています。何時間も絵の具を触って、その画材の特徴だと思うものがどんな風にしたら一番絵で表せるかなっていうのを考えてから作品にします。この分離色の動画とかだとだいたい丸1日かけて絵の具を触っていました。毎日スケッチブックで練習をしているか、トレーニングとしてスケッチをすることはないです。でも苦手だなと思うことがあるんだったら、部分的にトレーニングとしてスケッチを毎日するのはいいことだと思います。やってしまった絵の失敗は、あーこれやっちゃったなと思ったのは、実はこの銀の盾のフレームですね。銀箔保護のために銅砂を塗るんですけど、
それをわざわざ作ったのになぜか忘れてしまうっていう失敗をしました。半年後くらいによく見たら、こう銀箔の縁がなんか酸化して黒くなってきていて、あまりにもひどいところはやすって取ってもう一回振りかけて、今度はちゃんと動作を引いて処理しておきました。なので輝きが持つと思います。完成しちゃった後に気づくのがもう一番痛い失敗だと思います。ここからは作家活動についての質問がいくつか来ていたので答えていきます。一つ目は個展の予定はということで、個展というか何かしらの作品展示はできればいいなとは思っています。やっぱり生で見てもらう機会があったら自分の成長にもなると思うし、皆さんにも喜んでもらえるかなと思うので、そういう機会があればいいなと思います。作品販売について、今のところ原画をネットなどで販売する予定はありません。ただより広い人の手にいろんな形で自分のアートを届けられたらなと思っていますので、熟練版画とか雑貨などのグッズは作っていきたいと思っています。 YouTube 以外で日本画家やイラストレーターとして活動していますか？今のところ YouTube 上以外で活動していません。仕事上のキャリアと YouTube アカウントを分けているのか、これはですね、切り離しているというか、この YouTube でお見せしているのが私の活動のすべてです。今どこで仕事をしていますか？まあ、家の中で仕事をしています。作品を販売する際、どのように露出を増やしますか？いろんな人に見てもらおうと思ったら、やっぱり SNS とかでどんどん投稿するのがいいんじゃないかなって思います。で、できたら作品がどのようにできたかとか、アーティスト本人のメッセージとかがよくわかる投稿だと親近感とかが湧いて作品に興味を持ってもらえるんじゃないかなと思います。作品の信頼をどのように保証するか、これは例えば偽物が販売されたりということとかをどうやって防ぐかっていうことだと思うんですけど、私が何か発信したり販売したりするときに、このチャンネルやあと Twitter、Instagram から報告をします。なので、もし私が告知していないコンテンツとか商品とかがあれば、それが偽物っていうことです。動画に対する質問もいくつか来ていました。絵を描いている ASMR を撮ろうと思った理由は、私が YouTube 動画に対して見方がめっちゃ変わったきっかけになった動画がいわゆる ASMR だったからです。その動画は料理の動画なんですけど、作業音と綺麗な映像だけでとっても満足度が高いことに衝撃を受けました。見たことがない野菜とか調味料の質感まで伝わってくるのがすごい面白いなと思ったし、これはアートの分野でやっても絶対面白いと思いました。この動画を見つけていつかこれをやってみたいと思ったのが2017年で、その年にチャンネルで絵を投稿し始めたんですけど、機材を整えたりあと編集とかを勉強しながら2021年の3月にやっと日本画 ASMR の動画を出したんです。 ASMR 動画と普通に描いた動画の違いは、解説動画は絵を描いている人が見た時に分かりやすいように説明をつけて編集をしていますが、絵の制作の ASMR はどちらかというと絵を鑑賞する一環として楽しんでほしいと思っています。素材を触る音もあるので質感が分かったり、絵を描く時の疑似体験ができる動画の形式だと思います。動画の撮影・編集機材は何を使っているか、ちょっとここにまとめてみました。こんな感じです。あんまり私詳しくないので、説明をすると間違っちゃうかもしれないんで省くんですけど、まあマイクはこれですね。これが ASMR 用で、こうやって左右に置いて撮ることができます。コンパクトでちょっと可愛い感じのマイクなんですが、価格は全然可愛くなかったです。編集ソフトは実は無料ソフト使ってるんですけど、このダヴィンチリゾルブっていうソフトですね。これめっちゃいいんですよね。字幕だけは Adobe のプレミアを使っています。キーボードもお気に入りで、長時間編集で使うのでいいのを買いました。パソコンは重い編集に耐えるパソコンにしないといけなかったので自作 PC を使っています。自作っていうか旦那作 PC を使っています。日本画 ASMR の1作目のパート2でバグって音声データが吹っ飛んじゃったんで、もともと自作だった PC をさらに編集がサクサクできるように旦那さんに作り直してもらいました。で、見てください。これが快適の頭脳です。カメラ位置はこんな感じで、上からと横からですね、こんな感じでつけてます。カメラがちょっと位置的に遠いんで、ここでモニターで確認しています。
ここからはお悩み相談も兼ねた質問に回答していきます。どうやったらうまくいかなくても挑戦し続けるモチベーションを維持できるか。こういうモチベーションに対する質問が結構たくさんあったんで、自分でもこれを機に考えを整理してみました。で、私の場合は実現したい何かをワクワクしながら自分に注文し続けることだなって思っています。ちょっと何言ってるかわからないので図解して解説していきます。理想の絵を注文してくれているのも自分で、で、その理想を表現して完成させていくのも自分っていうイメージがあって、だからうまくいかなかったら次でもっと理想に近づけて依頼主の自分に満足してほしいなって思いながら制作しています。たまに完成間際で急に依頼主の自分がめっちゃ文句言ってきて、なかなか完成しなくなるみたいなこともあるんですけど、この話は比喩なんで二重人格とかそういうわけではないです、まとめるといつでも完成を一番最初に見れる自分が一番ワクワクしているっていう状態が失敗してもチャレンジしていこうって思える理由だと思います。違うものに挑戦してみたくてもうまくできなくて諦めてしまうということで、先ほど言ったようにいいものを作りたいなってワクワクしている状態でもなかなか成長が感じられなかったり、あとは初めての画材でうまくいかないっていうことはあると思います。そういう時は1回の制作でできたと思うことを1つでも作ることがモチベーションにつながると思います。小さい目標をいくつか立てて取り組んで、書き終わった時に一つでも丸をつけてあげられたらいいかなって私は思います。そうやってちょっとずつできることを増やしていくことで、ぼんやりうまくいかないなって思っていたことが、だんだんとうまくいったって思えるようになっていくことが増えていくと思います。同じようなご相談で、自分の絵が下手に見えて続けられないとか、うまくいっていなくて、こうめげそうになってしまうみたいなのが結構多かったんですけど、私も制作をしていく上で精神をいい状態に保つっていうのを何年も考えています。最近は下手に思うっていうことは実はすごいことなんじゃないかなっていうふうに思います。何かを作り出す時って自分で感じ取って咀嚼して想像する力と、その想像した自分の脳内にあるものをうまく表現して外に出す能力の2つが必要だと思います。それで言うと、自分の作品にできてないことがあるとか下手だって思っているのは、頭できっちり理想像を描くことができているっていうことだと思います。想像の方、つまりこっちの半分側はもうできているっていうことだと思うと 50% 達成してるっていう風に考えられるので、あとは技術がこの理想に追いつくように磨いていくっていう感じだと思います。技術が上がっていく間に理想もちょっとね上がっていっちゃったりすることがあるんで、なかなか達成できないって思うこともあるかもしれないんですけど、でもその状態が実は良かったりするのかなっていうふうにも思います。それを踏まえた上で理想に近づけるように小さな目標を立てて、一枚一枚自分で褒めれるところを増やして自分を励ましながらこの理想に向かって制作するっていうのが結構精神にいいんじゃないかなって自分では思ってます。色塗りについて先生に下手って言われてしまって、それから色に苦手意識があるっていうご相談もありました。一言で下手って言われるのって結構辛いですよね。作った料理にまずいって言われてるのと、もうちょっと塩が入ってた方が美味しかったねって言われるのでは、全然得る情報量と傷つき度合いが変わると思います。絵の先生って理論派の先生と感覚派の先生がいて、私は幸運なことにどっちのタイプの先生にもお世話になりました。苦手だなと思うことは理論である程度整理してあげて、自分が得意なところは感覚で楽しんでしまうっていうのがおすすめです。巨匠の作品から学ぶという姿勢のみでいいのでしょうか。美術館やギャラリーの展示で巨匠の作品を見た時に打ちのめされてしまいますということで、私はどっちかというとそういうのはめっちゃポジティブな方です。ここまで人間にできるんだったら、私ももう少しできるかもって思ってめっちゃテンションが上がります。でも自分と同じ系統の絵を見ると落ち込む気持ちもすごいよくわかります。同じ系統というか1ライン上で優劣で考えると結構落ち込んでしまうので、その人はその人の良さを追求しているし、私も頑張ってこの私の良さを追求してみようって思うと、無駄にこう落ち込みにくいのかなっていうふうに自分は思います。コンセプトの決め方について、先生からコンセプトを決めたらどうかと言われるんですが、
コンセプトを決める方法が分かりません。正直自分が何をしたいのかも理解できていないというところもあります。ということで、例えば繊細に描かれた植物画で地球の生命の美しさを伝えるみたいな感じで、特定のモチーフや描き方で特定のコンセプトを描くと作品が理解されやすかったりとか、あとは作家として覚えてもらいやすいから、そういう風に先生がね、コンセプトを決めるようにっていう風に言われたのかなという風に思います。過去の自分のお気に入りの絵の共通点を見つけてきて、さっきの文に当てはめてみるのもいいかもしれないんですけど、特に難しく考えずに好きなものを好きなように楽しく描いたらいいんじゃないかなと個人的には思います。大学で日本画に進学しようと考えていますが、卒業後がとても不安です。快適さんは卒業後の進路をどう考えていましたか、ということで、不安ですよね。不安に思っといた方がいいと思います。私は結構固く行こうと思ってて、教師、大学に残って大学の仕事、または画塾の先生をやりながらアーティストの3つくらいを最初に想定してました。どれも自分のアーティスト活動と並行して働くイメージでした。でも大学に入って実際それをやっている人とかを見たりとか、あとは自分で調べたり行動したりして、自分の性格とかあとライフプランにその案が全く合わないということが判明しました。で、ちなみになんですけど、すぐ分かったわけではなくって、3年くらいかけてじわりじわりと分かってきた感じでした。そして最終的には4年生のね、一番最後に絵と関係なく楽しめる仕事を探して一旦就職をしました。で、結婚してからは仕事を辞めてるんですけどね。まあちょっと私の場合は想定不足だったのかもしれないんですけど、本当に何があるか分かんないなと思います。日本画の一般企業の就職先としてはアニメ・ゲーム関係、それから広告デザインとかが多い印象です。大学にもよるんですけど、就職サポートにはあんまり手厚くない場合が多いので、絵に関する職業でなりたいものがあるのであれば、それに詳しい先輩とかに相談して個人で準備をどんどん進めておいた方がいいと思います。アナログでゆっくり時間をかけて絵を描いていますが、ネット上の友達がほぼみんなデジタルをやっていて、高速で上手くなっているのを見て時々焦ります。また周りに依頼を受ける人もどんどん増えて、自分の絵は売れなくて価値が低いなどいけない考えが浮かんでしまいました。純粋に絵を楽しんで、そして素晴らしさを伝えられる人になりたいです、ということで、絵を描くことって誰でも自由にできるんですけど、絵を描いてお金を稼いで暮らすってすごい難しいことだと思っています。特に SNS をやっていたらアナログでやっていくことの不安も感じやすいんじゃないかなと思います。でもデジタルをする人が増えたから、むしろアナログで絵を描くことは希少価値がつくかもしれないし、何よりも透明水彩とかアナログ絵画の魅力をこの方すごい実感できている感じが文章から読み取れたので、自信を持って楽しんでそのアナログ絵画の魅力を発信してみてください。たくさん発信をして自分の絵をいろんな人に見てもらえるようになると、もちろん自分の技術の検査も必要なんですけど、そのうちお仕事とかご依頼にもつながってくるんじゃないかなと思います。考え方に対する質問とかも来てました。何か新しいことを始めるときに調べてから行動派、とりあえず行動派ということで、私は少し調べてとりあえずやってみてさらに調べるっていう感じです。だいたいどんなことでもそんな感じですね。次は今までに一番イライラしたことはということで、イライラというか悲しみの方が勝つっていう感じの話なんですけど、この日本画の1枚目はなぜか1種類だけくっつかない箔があって、下地の段階でボツになりました。初めて使う箔だったのに、テストせずに他の箔と一緒でいいだろうと思って使って、まあそれで失敗してしまったので、まあそういう判断をする自分にイライラするって感じでした。でも勉強にはなったので接着方法を見直してまたトライしてみたいです。うまくいかないとき、思い通りにいかないときはどうしますか？失敗してしまったっていうことで考えると、修復できる失敗は続行しますが、後に響く失敗をしたときはなかったことにしてやり直します。さっき言った箔の失敗とかも、その後絵を描いても剥がれちゃう可能性があったので結局やり直しました。こういうのはやり直した方が綺麗で早く済むこともあると思います。 AI についてどう思う？ということで、皆さんもご存知だと思うんですが、 AI を使って絵を描ける時代になってきました。進化するスピードも結構速くて驚きます。
さっき話した何かを作り出す時の2つの能力の話に当てはめると、 AI に命令を出したり OK を出すっていう理想を描く部分は人間がやっていて、技術の方が AI っていう感じだと思います。なので AI の絵が評価される場合って、描画技術の方の価値はあまり大きくなくって、こっちのアイディアとかコンセプトの方に価値をつけていくっていうことなのかなと思います。でも美術作品っていうことで考えると、性質的にはちょっと違うものかなって思っていて、アナログ絵画の強みはこの現実世界に一つの地点に一つしかオリジナルがないっていうことだと思っています。こういうことを考えるときに、いつもフランダースの犬のラストでネロがルーベンスの絵を見に行くシーンとか、あとはアニメ映画の時をかける少女の、出てくる絵のところとかをよく思い出します。ということで、50万人記念の質問コーナーを半分やってきました。何を考えて制作をしているかとか、そういうのを動画にして喋ることって、なかったと思うんですが、この質問コーナーで自分の考えを まとめるいい機会になりました。なんか少しでも考え方とかが面白いなとか思ってもらえたら嬉しいです。次回は画材の紹介とか具体的な書き進め方への質問とかを集めています。50万人記念の日本画も日本画の Q&A に合わせていよいよ完成になりますので、よかったら次回も見てみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。